シネメル・オロヌーコとシネメル・ D ・イロヌー・ジュニアは、ナイジェリアのプロバスケットボール選手。ターキッシュバスケットボールリーグのベシクタ種に所属している。ポジションは、パワーフォワード、センター。208センチメートル、107キログラム。テキサス A&M 大学で2006年から2009年までプレーした。3、4年時には、平均10得点、7リバウンドを上げた。 2009年5月、科学の学位を取って卒業した。2009年の NBA ドラフトに準で、ロサンゼルスレイカーズに指名されたが、レイカーズとは契約せずに、バスケットサラゴサ2002と2年契約を結び、平均6.3得点、5.8リバウンドを上げた。2010年8月、ギリシャのパニオニオス BC と契約を結んだ。2011年1月、 フランスのイビー・ポールテズと契約、平均10.0得点、8.3リバウンドを上げた。2012年8月、ターキッシュバスケットボールリーグのトファシュエ SK と契約した。2013年は、中国バスケットボールリーグのチャンスドラゴンズでプレーした。2014年、4年ぶりにサラゴサに復帰、リーガーアッコブのシーズン終了まで在籍した。ありがとうございます。